今週もこの時間がね来ましたか、タイトルコールからいきますかね。やり方わかる？わかる？わかんないです。はい、アスマ式とまで言ったら酔っ払ってよからおもんつって。酔っ払ってよからおもん。はい。あ、酔っ払ってもまで用意して。ああ、了解です。じゃあ、キサラギユキヤとアスマ式と酔っ払ってよからおもん。今週はですね、ちょっと異色の代表が寝坊ということで。寝坊しました。しきさんが寝坊したんで、まあとりあえず初登場。初登場。自己紹介からいきますか。新人の、あ、いいよいいよ。いいよ。新人の匠です。よろしくお願いします。よいしょ。よいしょ。お願いします。多分ライ ID が多分逆だね、俺と。確かに。まあ社長いつぶりっすか？1ヶ月ぐらい。ああ、でも、夏希さん来てくれた時出たんすね。うん。あれ以来っすか？確かに。あれ以来です。だいぶご無沙汰ですね。逆に何喋ったらいいか分かんないですね、これ。まあ、確かに今日何もすること決まってない上に、代表がいないっていう。そして人数が3人っていう。一番やばいやつですね。一番ちょっと何しようかなって考えるやつね。まあでも途中でシュー来るっつったっけどね。ピンチヒッターが。ピンチヒッターが。ちょうど来るときにすれ違って、出るっつったら、出回すっていうね。ノリが良かった。さすがに初めてのね、やつとね、1ヶ月俺出てないやつとね、秋でね、もう秋喋るしかないよ、もう。まあ、抱えきれんすよね。ただ、この番組、まあ、とりあえず社長イケメンすぎ推しがすごいんですよね。出てない時もゆきやさんが多いですからね。これ大丈夫だよ、これ。もう、見せれば。パソコンで刑事が書いてくれとんよ、これ。いや、刑事さんあんま書いてないから。右の人ってどっちだ？右はどっち？こっちですか？こっちですか？あ、画面越しだったら俺だな。よし！初めて。初めて。おめでとうございます。あ、あきくんだ。あ、メガネ外すまで分かってなかったな、途中まで。見合ってないよ、メガネ。いや、イメチェンしたいんですよ、僕も。なんでメガネ外したのって、まあ、思ったより似合ってないなと思った、画面越しで。今更気づく。自分でも分かってた。あれ？これ似合ってないなと思って。恥ずかしくなっちゃった。社長は似合いませんやん、もう。これ僕ダメっすか？あんま似合わないっすね。あんま似合わない。あんま似合わないっすね。ダメやな、ちょ、もう行ってみよう。僕、どうですかね。どうでしょう。似合わないね。うん、似合わないね。似合わないっすか？だって画面越しだったらなおさら見合わない。すごい、うん。封印しましょう。何しますか、今週は、今日は。何しますか？まあ、とりあえずフリートークで乗り切りますか。はい、すいません、これ全く出ないっす。確かに。まあ今週は、まあ、女の子、まあ、どっち書いてくれてるか分かんないけど、まあ、これに答えていこうかっていうので乗り切りますか。いや、亀甲縛りやめてや。もう縄捨てちゃったからね、俺。アップお願いします。さあ、匠君。はい、僕のアップですか。新人だからね、まだ顔分かってもらってないでしょ。こっちですかね。こっちか。失礼します。あ、これこっちや。あ、こっちか。あっちあっち。あ、ついた。アップなっとくからさ。おはようっつって。新人の匠です。よろしくお願いします。おはようっつって。おはよう。もう緊張して。もう緊張して。照れ隠しがすごい。やばいっす、やばいっす。むっちゃ恥ずかしいね、これ。むっちゃ恥ずかしいです。もうプル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 してるからね。え、どんぐらい経った入って。入って2ヶ月。2ヶ月。まだフレッシュなんで、よろしくお願いします。3ヶ月目か。やばい、やばい、めっちゃ緊張してる。めっちゃ緊張してるってやっぱ分かるんだね。あの、始まる前めちゃくちゃ飲んでたからね。直感でもした方がいいですか。社長と2人で。ゆきやさん、ゆきやさん怖いって聞かれて。怖い。ゆきやさんは優しいっすよ。優しいよ、ね、優しいっす、優しい。ほら、可愛いって言われてるじゃん。いいな、俺もフレッシュさが欲しいもん。ありがとうございます。俺、初回動画ついてもフレッシュとか可愛いとか言われないもんね。あんまり。めっちゃ緊張しすぎて。
可愛い顔ではないからね。でも全然可愛い顔じゃないですか。うん、めちゃくちゃ可愛い顔じゃないですか。中性的な怖い小動物だと思ってますよね。怖い人いるって気がする。怖い人誰が一番あちょこれ答えてよ。あこれ答えよう。14人 で一番、いやあのみんな優しいかもしれんけど、はい、誰が一番怖いか。一番怖い。まあ、あの、もう、まあまあまあ。いや、まあ、そうですね。絶対誰か一人言って。一番喋ってて、一番緊張感を持って喋るのは、隼人さんですね。ああ、なるほどね。やっぱり、ちょっとこう、緊張しちゃう。じゃあ一番逆に優しい人。優しい人ですか。優しい人は、誰だろう。みんな優しいです。わぁ、出た出たよ、八方美人八方美人一番良くない。みんなじゃないでしょ、絶対。みんな優しいわけないじゃん。ホストクラブですよ。はい、優しい奴の集まりじゃないから。あ、ゆきやさんとあきさんのアップもお願いします。あきさんアップお願いします。いや、僕アップちょっと厳しいですね。ちょっと肌荒れがすごいんで。大丈夫、光でごまかして。もうちょっとこれ光を強めてもらっていいですか。なかなか恥ずかしい。誰がやばいって。俺が一番やべえから。これやだね、これ結構。これで見るのなかなか恥ずかしい感じがあるね。アキです。フレッシュ。フレッシュだったら社長だったらどうすか。アップいきますか。ちょっと待ってですね、その光が うわマジか。これ結構年バレんなこれ。いけです、どうも。うわ、社長もう完全狙いに行ったじゃないですか。たくみくん緊張しすぎやね。緊張してますね、めっちゃ緊張してます。なんだろうね。飲め、飲めできた。グイッスでもみんな、まああれだよね、アップしたことないもんね。アップしたことないですよね、今まで。もう俺あんま出てなかったからわかんねえな。まあ確かに僕もアップしたの初めてですもん。なんだかんだ毎回出てますけど。滑舌悪いって言われてからもうマイクがちょっと多分いつもよりちょっとだけ近いですもん。もうちょっと近づけてもらっていいですか、僕。マイクを僕に。今日多分今日聞こえると思ってますよ、多分。今日近い方ですか。今日滑舌悪いって言われてないですもん。本当ですか。聞こえてないとは言われてないです。 OK です。なんとかギリギリラインですね、ここは。たくみくん喋ってよ。はい、はい、たくみくんずっとアップにするよ。いやいや、ちょっと待って。あ、聞こえてるよって言ってくれてるじゃないですか。やったちょっと声張っとるもん、今日は調子いいしっすね。今日は調子いい。で、たくみくんは、はい、今日ですか。どうだ、なんでそんな緊張するの。いや、もうなんか緊張しすぎて。接客中は仕事中。接客中より緊張します。初回の時とあんま変わらないでしょ。いやいや、やっぱなんかいや、どうしようみたいな。たまにいるじゃん、あの無言の女の子。初回できました、携帯ずーっといじってる無言の女の子。まあ、確かにどっちがいい。ないや、でもなんかまだこう帰ってくるじゃないですか、喋れば。どっちが、こっち。いや、こっちじゃなくて。ああ、初回の方。初回の方でもね、調子悪いっすね、動かなくて。絶対俺こっちの方がやりやすいんだよね。匠グイ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 。社長どうしますか、無言のお客さん来たら。たまーにいるじゃないですか、初回で。あんまつかないですもんね。つかない。喋れないもん俺。いや、なかなかあれきついんすよね。まだ匠入ってから来てないか。社長ピンドンまだですよ。まだやらんよもう。これはもうピンドン企画がありますね、近々。いや、やめてくれや、マジでもう。まあただ飲む方も辛いですからね、ピンドン。確かに。経済的にも飲む的にもきついですからね。ベロベロになるからな、あれ。シャンパンきついですからね。シャンパンはきついですね。無言の人に、まあ、無言のお客さん何しに来るんだろうね。多分うちの店で男前がいないとか思ってるんじゃない。だからもう興味ないからもう誰来てもいいやみたいな。60分時間潰しに来ましたよとか、90分時間潰しに来ましたよとかでたまーにいるんだよ。男前はおらんけど、はい、無難なやつめっちゃおると思うけどね。ああ、言われますね。飛び抜けて男前この店いないねって言われますもん。ただブサイクはいないね。ブサイクはいないですね。ブサイクはいないんですけど、まあうん、無難かな。誰がついても無難かなが多いですね、一番言われるのは。うん、
社長食い。よし。社長食い。そう、もうめちゃくちゃ、ベロベロになるんちゃうか。はじめましての、ね、酔っ払ってよかろうもんなるんちゃうか。いや、シャンパンの時やばかったわ。はーい。シャンパンの時はやばいわ。シャンパン持ってきてもよかったっすね。やめろ、お前。本当に。マジでバカでしょ。あ、たくみくん何歳なの？だいぶ遅いけど、俺これ見たの、はい、24ですね、僕は今年。今年24か。今年24。あ、俺の1個下だもんね。そうですね。意外に若い顔して、意外に若い顔して、意外に言ってるっていう。だって僕もまだ20代前半ですからね。僕もまだ24ですからね。ゆきやさん今現在何歳？僕30ですよ、本当にもう。もうちょいで。あともう数ヶ月。四捨五入しなくてももう30になりますからね。20代後半。つら。つらいよ。僕来年からやっと20代後半ですわ。おい、もうよかったね。ほらほら、いい。30にしたら。30にしたら止まってるねっつって、ほらもう。頑張った。若作りが。アンチエイジング必死やなって。確かに、だって30歳でピンクのジャケット着る人いないですもん。うるさいわ。大阪でしか見たことないですよ、おばちゃんが。ジャケットじゃねえし。シャツね。アキくん若いよ、俺、そうでしょ。たまに俺28とか言われるけど。ね、え、そうだ、絶対俺上って言われるもん、結構。ごめんね、なんか若くて。俺これ見えるあれ。あ、見えますか？見える見える。まあ、こっちの方が、まあ見やすいですからね。コンタクト俺どう変えたら見えるのって言った。そんな目悪くなったえ？悪い。あ、こっちの方が早いんや、こっちの方がちょっとだけ早いんや。そっちより。だからこっちの方が見やすい。喋ろう。逆に喋ろう。ほら。お姉ちゃん、お姉ちゃん怒っちゃう？いやいや、シャンパン、シャンパン。どんな？匠慣れた？はい。ホストは。ホストですか。ホスト。ディスタンスは慣れましたか？いや、あの従業員とはもうみんな。はい、グイ。グイグイ。グイグイ。はい、飲んでや。ああ、慣れたの？慣れましたね。結構。お客さんとも仲良くなった、まあ、お客さんは、そうです。結構でもみんな良くしてくれるんで。まあうちの店基本的に優しいからね、みんな。みんな本当に優しいっす。俺なんかだって、毎日タバコ吸ってるもんね、全卓で。いやいや、やめよそれは。公共の場でやめよそれ。全ヘルプの卓でタバコ吸ってますからね、勝手に。やめよ。ヘビースモーカーなんで聞かないですからね。聞いたらあれ今日真面目だねって言われますもん。だ最初の頃やばかったですよ。僕社長のお客さんの席でタバコ吸った時、うん、ヘルプの子もう一人ついてる子に言われましたもん。なんて社長の席でも吸うんだねっつって。いやいや、もうどの席か分からんけど。背景どこですか？これどこ？福岡ですね。あ、福岡の、まあ、相変わらず多分。ああ多分ちょいちょいジンの背景に変わるんですけど、だいたいここに戻るんですよ。ああ。行き着く先は。じゃあ今日、ジンに帰れますか、今。はい。ああ、これか。ああ、やばいっすよ。これはやばい。これはやばい、ほんとに。え、ジン以外あるんですか？ジン以外は多分ないと思うんですよ。ああ。なるほどね。ただ、すごいのが、この写真をずーっと残してくれてるナイトチューブさんってやばいっすかね。もう、多分こっち、もう見てる人からわかんないと思うけど、こっち側に、あの、スタッフさんがいるんだけど、ちょくちょくこの写真を見ながら、笑ってる。俺はちょっと、誰よりも女の子、これ見てる女の子よりも、まあ男の子わかんないけど、誰よりも多分一番これをネタにして笑ってるのは、ここのスタッフさんだから。あ、これダメだ。こっちじゃない方がいいってそこ書かれた。やっぱり戻してください。すみません。あ、戻った。多分後ろに目がいっちゃうんですね、きっと。あ、歌舞伎町のお店です。あ、歌舞伎町のお店です。はい。福岡の背景ですけど。はい。あ、ということは、歌舞伎町じゃない人も見てるからね。あ、僕が。僕が出身が福岡なんですよ、ね。そうですね。あ、そろそろだ。じゃあ一回、とりあえず、行きますか。CM に行きますか。よいしょ。よいしょ。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずは、ナイトチューブ最大の武器である、レギュラー番組から、Here we go!
毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー、ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン、ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。まあ、CM 中にユキやグイで社長、うん、サボってましたけどね。四季さん社長飲ませてもまず四季おらんからねいないですね。まさかの寝坊、あんなバカ寝坊しやがったからな。いやでも今まで僕出るとき毎回早めに電話かけてたんですよ、うん、代表にちゃんと起きてるって確認してたんですけど、今まで寝坊してたことがないんで、あでもいいかと思って今日サボっちゃったんですよ。夜めっちゃ寝、いや俺がかけたもん。はい、出なかったっすね。全く、全く出なかった。今日にかけて俺かけてないし、あまあいっかーみたいな感じだよ。なんか全然話変わるんですけど、はい、あの僕のまあ友達がね、はい、あのまあ歌舞伎のカスで、あブレーンが、はい、おるやん、はい、まああの天音誠くんと世界の天音さんと、ね、世界の天音さんとね、はい、まあ黒崎健くんとね、はい、まあユージと、はい、加納真也くんと、いつきくんと、はい、亜美くん、はい、で俺か、はい、7人出して、はい、MC 誰か任して、はい、やろうみたいな、誰が一番かっこいいかみたいな。もう MC 枠の人が一番かわいそうじゃないですかMC 枠が持ってっちゃったらどうするんですか。もう MC 枠はあの MC だけにしてっていうのやろうやおみたいな。はい、じゃあ出ますよ、 MC しますよ。 MC してくれる。いやちょっとやっぱ無理っすわやっぱ怖いっすわ、ちょっとなかなか辛いな、そのメンバーは。 MC はユキ俺かいまあ確かに社長がやるのが今一番無難じゃ無難ですけどね。じゃあ俺参加できんやん。いやそれはもう社長も MC ありでやっていいです。苦手やもうそれ僕だってあんまり喋ったことない人何人かいますからね。言ってしまえば何人か結構お付き合いさせてもらって仲いいですけど、それこそ、うん、深夜さんの白猫友達ですからね。ゲームやってますから一緒にクエスト行こうよっつって。社長はそういうの苦手そうだね。そうなんですよ、もうダメなんですよ。秋ならなんとかなるとほら。いや僕もそんなおしゃべり上手じゃないですからね。まあでも代表はいけるか。まあ代表の方がまあ付き合い長い長いっていうか、まあ立ち位置的にはやりやすいんじゃないですかね。これ一本書いてもらっていいですか。あ、お誕生日まあ四季の方がいけ、まあ四季って呼んじゃってダイヤの方がいけるんじゃないかな、多分。うん、クロケン最近にニコ生で見えない、見てないよ。出てないんじゃないですかね、最近。あ、呼びますよ、全然。あ、じゃあ MC 僕と四季で二人に行かせてください。いやいや、したらもう9人ぐらいになるよいやもう後ろの方で喋ってます、もうあの顔出さなくていいさまあ、もともと7人いるんだったら、もう8人になっても9人になっても変わらないと思うんですよ。あ、でも、何やかんや、MC、勝手に亜美くんが喋り出すかもしれん。あー、確かに。うちの番組で、亜美さんやりそうですね。うん、誰が一番喋るんですか、あのメンバーは。いや、亜美くんだよね。でしょう、まあ、でしょうね。匠は分からんのか、まだ全然。はい。やってくれたら絶対見る。ほら、ほら、来た。あ、でも、わかりますよ。でしょ、あ、そうか、何人か分からないね。はい、匠 MC やるしかないよね。いや、僕 MC やるしかない。入っちゃってるもん全然できないですよ。いや、全然、ま、勉強不足。僕も
友達出したいなって言ったんですけど、ゴソ、まあ、ゴソちゃんと、あの、イッサちゃんと。イッサちゃん呼べばいいやん。イッサでも、あの、一回有給使ってよ、有給使って来いよって言ったら、ええーって言いながら、まあ行くよって言ってましたけど、まあ結局何らかの話進めてないんで。ゲストはたまに呼ぼうよ。ゲスト呼びますか？でもゲスト呼ぶんだったら、あの、イッサってどこのイッサ君？あの、プラチナの、東堂やって。東堂イッサですね。まあ地元から仲いいし、まあ地元一緒で仲いいし、あいつと一緒に住んでましたからね。黒剣イケメン来た。ゲスト来たらしい。イケさん、キムタク似てますね。髪型意識してますからね。え？髪型？髪型切ったよ。一回キムタク仕様にしてくださいすいません。めっちゃ切ってよ。おいっさんやっぱ有名なんすね。あんまま KG やからね。まあまあまあそれ有名やろよ。全然僕が営業方法教えて一緒に住んでいろいろしたんですけど、まあ、完全抜かれましたからね。向こうの方が有名になっちゃった。オラオラですね。そうですね。師匠なんだ。師匠。師匠。いや、僕もオラオラじゃないですからね。え？僕もオラオラじゃないですから。優しい。フレンドリー営業。アキさん何や？僕はフレンドリー営業です。フレンドリー営業。おはようっつって。今日何飲むっつって。これ微妙なユキヤくんって何？匠話すら聞いてない。はい。え、こっちに友達いないの？こっちに友達います。あの、ホストやってるやつ。あ、いますよ。あ、おるんだ。あ、はい。なんて呼ぶ人おる？え、サンズ。サンズ。ああ、はい。飲みに行ったりするの？しないの？まだしない。飲みに行ったりしないです。あ、そうなんだ。サンズってメインキャバ？サン？サンズ？やめよう、この話を。ああ、やめよう。一回やめましょう。間違っとったら失礼だよ、ね。匠はでもホストしてないよね。してないですね。僕初めてです。うん。ホストは。ただの紐でした。いや、紐じゃないっす。いいなぁ、紐。全然。もう自分で。ワイヤーぐらいがいいな。どこ出身って。静岡です。静岡県出身。静岡ホストないの？静岡ホストはあるんですけど、もう少ないです、ね。浜松とかにあるもんね。浜松とか、あとは両替。お茶が有名ですな、ね。お茶が。やっぱそうなんよね。お茶が有名ですね。ゆきやさん、九州と歌舞伎どっちが好きもん？九州には二度と住みたくないですね、僕は。なんですか？めっちゃいいところじゃないんですか？ね、いや、あんな治安が悪いところには二度と住みたくないですね。あー、なるほど。どこも田舎って治安悪いですよ。僕もだって、岡山って治安悪いですもん。よくはないです。いや、小学校になんかねえ、サブマシンガンとか落ちてるわけよ。ああ、それもヤクザの家ですから、ね。めちゃくちゃ悪いとかやってる。そんなに治安、めっちゃ治安悪いっすよ、ほんとに。手榴弾とかもうバンバン投げますからね。それちょっとやばい。歌舞伎より全然立ち悪いっすよ、ほんとに。お、たくみくん、どんな女の人が好きなの？ええー。タイプ、どんなの？俺聞いてないよ、知らないわ。なんか人間味ある人。はい。どういうこと？どういうこと？人間味がある。今まで人間界と付き合ってきたってこと？いや、でも素直な子がいいですね。素直。どう素直なの？そんな女歌舞伎におらん。今日いくら持ってるのってたらちゃんと言ってくれる子みたいな。いや、どうですかね、なんか。ほんと。はい。素直。ギャルって書いてある。ギャルだったら強いその子がいいですか。社長どんな人タイプなんすか？汚い女がいい。あ、いや、汚くなくていいよ。あ、どういう面ですか？見た目ですか？中身ですか？あ、見た目。あ、見た目ですか？いや、それは問題ですけどね。ギャルっぽい、黒ギャルとかいけますか？いや、うん、いける。いける、行きたい。なんか、お母さんと、はい、友達と、はい、彼女を3つできる子がいい。分かる。あ、許してくれる子みたいな。おい、ババアっつったら、はい、うるせえわ。あー、はいはいはい、そういうことか。好きだよったら私も好きだよ、はい、はい、みたいな。彼女兼、まあ友達兼、まあ彼女兼みたいな。そうそう。なかなかそんな子いないじゃないですか。まあノリがいい子っすよね、言ってしまえばなのかな。もう多分そうじゃないですか。
もうそんな女いないんすよ。一生か、一生彼女できないっすわ、もうそんな。ヤンキー思考ですか？ん？ちなみに、アキさんは？俺、なんなんだろうね。俺言うこと聞く方がいい。はい、はい、だけ言う。もうイエスかはいだけ言う方がいい。ちょっと、うん、うんっつったら、あ、リモコンですか？ぐらいな。あ、言うこと聞くって言ってる。言うこと聞く？でも俺これ、今までニコ生やってきて、LINE 一回も来たことないんですよ。アキくんかっこいいとか、アキくんが好きとか書いてくれてるんですけど、僕今まで多分、代表か僕が一番出てるじゃないですか。一回も LINE 来たことないんですよ。LINE してください、お願いします。彼に。怒るよ、俺そろそろ。出ないよ。言い過ぎちゃったわね。アキの ID めっちゃ簡単よ。こんなに出やすいもん。打ちやすいようになってるのに。どうしよう、これで他のお客さんから、他のね、あの誰々の担当のお客さんかとかメール来たら、 LINE 来たら、俺ヘルプの方が好かれるタイプだからな。何その爆弾みたいなことする。いや、もう爆弾手前ぐらいが一番まあ仲いいですよね。かっこいいけどなんか怖い。爆弾手前ぐらいが一番タバコ吸えますもん。うるさいわ。爆弾はしないですよ。爆弾はしないですよ。誰かアキさんグイって言ってよ。いや、お前やめてください、ほんと。僕飲んでも飲まなくても僕変わらないですからね。タバコ吸えるかどうか。ああ、え、なんかもう結構引き。これ絶対身内の犯行よ、これ。 100% 身内の犯行。お前らな。いいですね。あ、いいよ。なんで社長食い食うんだよ、これ。もう絶対また身内やん。社長食い。社長食い。いや、こぼしてた。紛れ込んでる。もう1分前なんだ。早い。あ、もう終わり。マジか。あ、たくみくんどうだった？はい。1分前らしい。いや、ちょっと全然喋れなくて。ね、次、もう1回出演させてもらったときは。ちょっと前でってちょっと自分を売り込んできてよ。喋ります。売り込んできて。1分前から言うわけ。いや、めっちゃ緊張してるっすよ、僕。いや、あっち見て、はい、どうだった？いや、もう次はね、楽しかった。楽しかった。意外に入るでしょ。楽しかった。うん、まあ、ちょっと緊張しちゃったんで、次は頑張ります。じゃあまた、たくみくんをいつかな、まあ、後々まあ出してまた企画なんかしよっか、はい、ちょっと来週ぐらいに考えて、まあ、社長の、歌舞伎の貸す会も考えながらやっていきますか。それますか。とりあえずまあ今週はまあやかいです。まあ、来週も水曜日8時半だね。うん、また見てください。よろしく。ありがとう。よいしょ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。